マキトとマキトの MUSB 庭園ニュース。どうも、三重大学吹奏楽団正指揮者の西谷マキトです。どうも、三重大学吹奏楽団責任者の佐野智彦です。さあ、ということで、今日はですね、カメラマンに佐野くん回っていただいて、パート紹介の3回目いきたいと思います。今日は、クラリネットパートお邪魔したいと思いますよ。さあ、では行きます。はい、皆さん、はい、皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。はい、クラリネットパートの皆さん。はい、クラリネットパートの皆さんですよ。こんにちは。こんにちは。今日は、ね、4人しかいないんですけど、本当は多分倍ぐらいいます。クラリネットという楽器は、まあ、木管楽器と言われている楽器でですね、フルート、オーボエに引き続き同じ仲間の楽器となっています。はい、これ、こちらの楽器です。はい、ではクラリネットパートの、まあ、定期演奏会、弾きどころ、見どころ、これをですね、誰かに聞きたいなと思いますが、クラリネットは前列とかにいることが多いので、なんか目立つかなって思うんですけど、温かい音を前列からお届けしているので、温かい音を聞いていただけたらと思います。で、こちらの楽器もちょっといますので、こちらの楽器もあのちょっと聞いていただけたら嬉しいです。はい、これ普通のクラリネットと違う、ちょっと大きいです。バスクラリネットという楽器になっています。もうね、バスクラリの地でしたね。低音のね、低音の森に住んでます、彼女。住んでます、住んでます。っていう、まあ、ユニークな団員もいますので、はい。それから視聴者へ一言。クラリネットは休みがなくいつも吹いているので、聴いていただいてもクラリネットの音は聞こえると思うので、それを楽しみに演奏会でぜひご覧になっていただければと思います。はい、ありがとうございます。ブラボー。ブラボー。クラリネット今日はご紹介しました。今もうちょっと見ていただいたようにユニークな、学生団員が揃っておりますので、あ、私もクラリネットですので、ぜひ、ライブ配信でご覧の皆様も、対面で、ね、会場でご覧の皆様もクラリネットパートに耳を目を向けていただけたら嬉しいです。はい、イエーイ、イエーイということで、今日はクラリネットパートの紹介をさせていただきました。次はですね、もういよいよサックスパートです。サックスパート。次回はサックスパートなので、こちらの方もお楽しみにしていてください。はい、それでは、以上、正指揮者の西谷真人と責任者の佐野智彦でした。はい、バイバーイ。